では尾崎選手にお話を伺います。お疲れ様でした。まずは今日の試合の感想からお願いします。いや、素晴らしい試合の入りができて、先制点が取れたところも良かったですし、まあ、ただ最後の、ね、ところの部分でやっぱり相手を警戒したところで、まあ、やられてしまったんで、まあ、シーズン通してこういう試合がやっぱ何試合かあった中で最終戦で、まあ、改善できずに、そういう象徴したような場面が出てしまったなと思いますし、まあ、本当に自分たちのまだまだ力不足だと思いますし、しっかりとこの現実を受け止めたいなと思いますけどね。本当にアグレッシブな姿勢を見せてくださいました。非常に大事な試合だったんですが、まあ、チームとはどんな話をして試合に入ったんでしょうか。いや、もう本当にいつも通りですし、自分たちがやるサッカーはチームが考えること、それは変わらないですし、とにかく1年間やってきたことをこのピッチで出そうという気持ちで選手は入りましたし、まあ、本当に今日はね、アスリクラウのサポーターの皆さんもそうですし、栃木からたくさんの方が来られて、素晴らしい雰囲気の中でサッカーができて、まあ、本当に、まあ、勝負ももちろん大事ですし、まあ、ただこういうサッカー試合ができるっていうね、この幸せな気持ちっていうのはやはりすごくこう選手をやっていて感慨深いものありますね。今季最多の8600人以上が入りました。本当にスタジアムの雰囲気楽しめたんじゃないですか。そうですね、本当にシーズン通して、皆さんのこう期待だと思うんですよね、まあ、できればだからそれに応えたかったですし、来シーズンまたさらにこう応援してもらえるように、まあ、選手は、まあ、最初に言った通りこの結果をしっかりと受け止めて、人としても、ね、成長していかなければいけないなと思います。まあ、ただ J3 参入1年目で最後まで優勝争いを演じました。このシーズンどのように振り返られますか。いや、本当にうちのチームの一番の、ね、強みであるこのチーム力、もうそれが全てだと思いますし、試合に出ている選手だけではなくて試合に出られない選手のこのトレーニングに取り組む姿勢だったり、そういうところがね、このチームのここまで作ってきてると思ってるんで、まあ、そういった意味では本当にこのチームのキャプテンをやらせてもらってありがたいですし、まあ、本当に選手とスタッフとファン、サポーターの皆さんにね、感謝したいなと思います。まあ、来季は改めてどんな沼津を見せていきたいですか。いや、もうスタイルはね、変わらないですし、その中で、まあ、今まで今シーズン以上にね、攻撃も守備も質の部分は求められると思いますし、まあ、本当に最後ゴンさんも言ってたんですけど、こう日々の、ね、積み重ねが試合に出ると言ってたんですけど、本当にその通りだと思いますし、なんで来シーズンもね、まあ、本当に今日から始まっていると思います。今日からまた昇格に向けてスタートしていると思うんで、そういう気持ちでね、またやっていきたいなと思いますね。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。